カバステビーユーです。いつもご視聴たくさんのコメントアドバイス本当にありがとうございます。今日は先ほどまでミニ門松作り の細い竹を切り出してて、せっかくここまで来たんで、ちょっと整備しようかなと思って午前中ちょっとここをやっていこうと思います。ミニ門松作りについては純子さんの動画とよたま散歩さんの方で紹介してますので、ぜひ皆さん手作りで竹があればできますのでチャレンジしてみてください。せっかく今日ポールソーね持ってきてるんで、これでこう竹が道路にずっとかぶるんで、これをちょっと整備して、時間があれば草もちょっと買っていこうかなというふうに思いますけど、ぼちぼちやっていきましょう。やれる範囲でね、今日はその作業でやっていこうと思いますので、どうぞ最後までご視聴よろしくお願いいたします。もしよろしければチャンネル登録、あと高評価、グッドボタン、どうぞよろしくお願いいたします。やっていきましょう。ポールソーナー、朝の動画でも言ったけど、これちょっと曲がった。これ木を切り寄ったら下敷きになって曲がった。であと今日ちょっと片ベルトを忘れたんで、安全上あんまり良くないんやけど、気をつけてちょっとやっていきましょう。じゃあ派手作業で頑張っていきましょう。なんかこれぐらいのやつはミニ門松で使えそうやな。持って帰ろうか。なんかでもちょっと曲がった感じやな。まあいいわ、せっかく切ったけど持ち帰ろう。よし、ある程度見通し良くなったね。この奥行きましょう。
竹は厄介やわ。まあでもちょっとこれである程度はいいかなって感じだけど、あ、まだちょっと出ちゃうな。まあまずこれをきれいにして最終的に何が出ちゃうか見ていきましょう。あー、これは暑いわ。これね、山仕事だよな、これ。草刈りじゃなくて。なんかもうやっぱ虫が多いわ。いや、虫がいっぱい出てきた。何やこれ、すげえわ。お昼になりました。よし、今日はここまでしましょう。あとちょっと片付けましょう。
お昼までの作業はこれでやめようと思います。いや、虫がめちゃくちゃ出ていた。やぶに潜んじゃったよな。はい、まあ結構綺麗になりましたよ。あんまり進まなかったですけどね。いや、まあまあいいでしょう。じゃあちょっと最初の方から見てみましょう。はい、最初の位置ですね。ここはもうちょっと垂れ下がったやつがあるな。まあ気になるけど、うん、まあこれはまた来年にしましょう。ずーっと行きました。ここはね、めちゃくちゃ綺麗になった。もう思いっきりかぶさっちゃったんやけど、まあほぼほぼこう切ったんで、すごく良くなりましたね。これクジラクラウンでも、これ腕この辺までか。まあこの先はダメやけどな。まあ竹がかぶってるのは大まかこの辺なんで、枯れた竹は燃料にするとすごく火力があるので、燃料として使いますからね。はい、捨てたんじゃないですよ。枯れさすために置いちゃうんですよ。でこの辺もね、竹全部燃料にしようと思います。よく燃えるんで。はい、午前中の作業ですけど、耕作放棄地に竹を取りに来たんですけど、車が通れないぐらいに竹がかぶってたりしてたんで、午前中ですね、竹切りだけになりましたけど、草は枯れませんでした。昼からもしようかな。なんか やりよったら楽しなってきた。こんだけ綺麗になったけんな、草も刈りていい気分やわな。まあちょっと考えましょう。ということで今日は耕作放棄地の道路また整備しました。まだ大岸残ってるんですけど、また天気が良くなれば大岸の方を進めていきます。今日は長い間ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価、グッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。